藤島歴史公園東田川文化記念館。東田川文化記念館は山形県鶴岡市にある記念館である。藤島歴史公園内に位置。敷地面積は6520平方メートル。群長者と議事堂の二棟と旧東田川電気事業組合倉庫で構成されている記念館である。1989年から復元工事を行い。 1995年に完成。旧東田川軍役所は、かつての東田川軍の軍役所として機能していた建物である。1879年から1881年までの間に同じく、鶴岡市にある旧西田川軍役所などと同じ時期に建てられたとされている。1886年の春に近辺の大火に巻き込まれ消失したが、 再建後され翌年の1887年に創建。1988年4月12日に山形県の有形文化財に指定されている。旧東田川軍役所の再建時に同時に建てられた。1903年に大改修が施された。軍役所とは対照的に西洋風建築となっている。2階建てで1階には鶴岡市立図書館の藤島文館などがあり。 二階は、旧議事堂ホールとした明治ホールがあり、コンサートや講演会に使用されている。旧東田川郡役所と同じ1988年4月12日に、山形県の有形文化財に指定されている。1924年頃の創建とされている。現在は、管理棟、展示室として活用されている。一階は、像ギャラリーとなっており、二階は、 旧藤島町の歴史のものを展示している。AB、東田川文化記念館、鶴岡市、2019年2月14日閲覧、東田川文化記念館、山形への旅、山形県観光情報ポータルサイト、2019年2月14日閲覧、藤島歴史公園の施設概要鶴岡市、施設の紹介、 公益財団法人藤島文化スポーツ事業団。2019年2月14日閲覧。旧東田川国役所。公益財団法人藤島文化スポーツ事業団。2019年2月14日閲覧。東田川文化記念館旧東田川国役所。マイナス。山形県鶴岡市観光連盟。2019年2月14日閲覧。旧東田川軍会議事堂。 公益財団法人藤島文化スポーツ事業団2019年2月14日閲覧旧東田川電気事業組合倉庫公益財団法人藤島文化スポーツ事業団2019年2月14日閲覧ありがとうございます